都心で4年ぶりの大雪となりました。すごい寒いです。こんなに降ると思いませんね。昨日とガラッと変わって、東京でこんな雪は珍しいですよね。この後帰れるかがちょっと心配ですね。 It's beautiful snow coming down. Beautiful. Great weather. 発達する低気圧の影響で都内で今年初めて積雪を観測し、午後2時半に東京地方に大雪警報が発表されました。23区では4年ぶりです。八王子では一面の銀世界に様変わり。八王子消防署によりますと、午後4時現在の積雪は15センチで、今も急速に積もっているということです。また都心の積雪も午後5時現在9センチで、5センチを超えるのは2年ぶりのことです。雪はこの後午後9時ごろにかけてさらに強まるとして、気象庁は早めの帰宅を呼びかけています。